こんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。毎回素敵なアーティストをお迎えしていますけれども、今日も、また元気の出る、若いアーティストをお迎えしています。ではまず1曲目の、曲からどうぞお聴きください。
はい、ということで、今日のゲストは、トーナリーアンチェインのお二人です、はい、こんにちは。本当になんか元気が出る素敵な、賛美でしたけれども、ありがとうございます。これはオリジナル曲ですか？はい、まず、自己紹介をお願いしたいんですけれども、はいはい、トーナリーアンチェインのミュージックプロデューサーをやっています、大野純です。純さんで、はい、純です。同じ純です ね、 ですね、はい、よろしくお願いします。そして、はい、ボーカル担当の、はい、私はキム・ミンスと申します。ミンスさん、はい、はい、日本ではなく、韓国から、はい、韓国で生まれました。はい、日本語が上手、ね、ありがとうございます。そんなことないですね。で、はい、頑張っていますけど、この、曲は全部、純さんが作っている。はい、そうです。曲、作詞作曲編曲まで、まあ、自宅で、はいはい、録音して、すごく、はい、大きなスタジオとか入ってなくて、うん、まあ、実質のスタジオで、うん、全部、はい、でこのトーナリーアンチェインという名前は、はい、本当は何て読むんですか？はい、これはもともと、はい、皆さんの隣人になりたいという思いから、はい、隣のアンちゃんという、はい、ことをつけたかったんですけど、そのままだとあまりにも少し、はい、そのままなので、そのままでちょっとかっこ悪いので、はい、ぜひ海外にも進出できるように、はい、そうだったのか、まあ、そんな、はい、今言いましたけど、はい、隣アンチェインっていう英語でかっこよく、かっこいい響きで、うん、隣アンチェイン。本当は隣のアンチェイン。そうですね、はい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 、空耳っぽく僕そう、ブログで見て、それで英語の下に隣のなんとかって書いてたんですけど、はい、お兄ちゃんみたいな、はい、とか分かんなかったんですよ。すいません、難しい言葉で。それで、トーナリーアンチェーンってそういう意味があるのかなって。でも英語だよなと思って。そうなんですよ。意味合い的には海外の方にも、はい、英語圏の方にもこれどういう意味って聞かれて。なるほど。トータリーとかじゃないですか。そうですね。でも一応トーン、音の音色のトーンの、まあ、副詞系っていうことで辞書にも一応載ってるんですよ。そうなん、はい、なんかでアンチェインは解放っていう意味で、音色による解放を与えるっていう。いや、かっこいい。いや、いいですね。そっちを、そっちをちゃんとこう、まあ、はい、意味を含ませてると。そうですね、プロデューサー二重の、はい、やっぱり。でもコンサートとかするときは、はい、隣アンチェインですとしたらすごく皆さん喜んでうん、くださって、そっちの方をもっと、強く意味を深くしてやっていますけど、はい、いやでもなんかこう歌ってる姿もね、こうすごい親しみが湧くし、はい、なんか本当に、うん、そういうのを意識して、はい、意識してますしてるもう全部計算済みです。あ、いいですね。なんでこんな頭がいいの。なんかこう歌ってて、はい、あ、いいなと思って。ありがとうございます。あ、一緒に歌っちゃうなっていう感じで、すごくこう身近に、ね、こう感じました、はい。早速、次の曲なんですけど、はい、次の曲の紹介をしてもらいますか。はい、次は、強くあれ大しくあれという曲です。はいはい、それはもう御言葉の有名な吉脇 の、はいはい、偉大なるリーダーが失われて、ヨシュアが、はい、次どうしようかっていう不安になっている時に、うん、もうなやり方もわからんし、何もう無理ですよっていう状態から、神様がそばにいる、私がそばにいるから強く、うん、あれ、おいしくあれって、恐れるなっていう、おののくなという、そのメッセージを、はい、込めて、はい、作りました。はい、では、2曲目、強くあれおいしくあれ、お聴きください。「そびえる時も」
道が前にない時も高い壁がそびえる時も強くあれ下ろしくあれ何も恐れることはない。私はあなたと共にある。強くあれ下ろしくあれ誰も ありがとうございます。いや、はいね、この熱い魂をね、はい、そうですね、はい、賛美に変えて、はい、ぜひ皆さんも頑張ってください、うん、頑張ってください。強くあれ、美味しくあれ、はい、いや、あ、そうです、そうです、そうです、俺らも頑張れって話ですね、はい、そうですね、本当に、あ、私が頑張って、はい、これはもう、うん、この賛美っていうものは何でしょうね、俺たちからのメッセージではないので、そうですね、そうですね、うん、聖書からのメッセージを私たちが歌に変えて、うん、はい、歌ってる代弁者であるので、はいはい、それだから俺たちにも響く、そうですね、はいはい、すみませんでした、ところありますね、はい、なんで謝るのすみませんでした、私、はい、そうですね、うん、え、何、え、何、はい、次の曲の、そうですね、はい、次の曲はですね、やはり自分は教会の中でいろいろと奉仕もさせていただいて、奉仕いろんな、そうですね、活動のお手伝いですかをやるんですけども、やはり人と人との交わりっていうのはね、とても大事になってきますね、うん、そこで、はい、そこで実に人の何でしょうね、その心の中の奥底にある罪というものは、まあ、教会の中でもやはり残念ですけども、うん、いろんなところでぶつかり合ったりしますね。でもそれはそれでだからいけないとかではなくて、私たちはまあその、うん、解決方法を聖書という中から導き出し、イエス様という存在から、得られます。それは本当にもう自分たちのものではない宝物を、はい、いただいているわけですから、はい、その中で自分も多くの、そうですね、長い間教会から自分自身離れてた時期間もあったんですけども、その中でいろんな多分神様が喜ばれないこともしたと思うんですが、
それでも今このように、この場所で、賛美を歌わせてもらってるその恵みを覚えて、本当に私たちのその心の清さではなくて神様の清さを歌いたいということで、作った曲です。では次の曲聴いてください。ただあなただけがです、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。いや本当にいい曲ですね。強くはね、よろしくはね、ありがとうございます、はい、心に響きました。結構、はい、トーンも高く、はい、今大変ですけど、はい、そうですね、こいつなら出るだろうみたいな、はい、意味も、はい、なんかこの曲が2人 の, その, あの
何でしょう、一緒に活動するきっかけになったっていう、はい、そうですね、もともと本郷大キリスト教会というところで、はい、2人私たち出会ったんですけども、大和田博美さんが、あ、そうですね、大和田さんも、はいはい、いつも、はいはい、そこで本郷大キリスト教会いろいろと、まあ、地域に仕えるっていう働きの中で、うん、すごいさまざまな働きを、サッカーチームを作ったりとか、はいはい、福祉施設を作ったりとか、うん、そういうことですごい、まあ、資金面での戦いがすごい多くあったんですね、うんうん、今もあるんですけども、はいはい、そういう中でやはり通常の感覚だとこれ無理だろうっていう状態がある中で、うん、ぜひでも決起祷会をしようという、うんうん、そういう集会が一つ一回あったんですけども、その時に私たちが賛美がで出させてもらうことになって、で俺が彼に声をかけて、でちょっと自分がこの集会にはどんな今メッセージが必要かなっていうものを考えた時に、強くあれ惜しくあれ、ま、道が前になくても、うんうんうん、はい、高い壁がそびえつていても神様が共にいるっていう、そこをフォーカスして、それで初めて作って、はい、集会で歌わせてもらった、集会で始めた、はい、そうですね、でやっぱり反響がすごいあったそうですね、最初はよく分かんなかったんですけど、そうですねそうだからこれいいかなどうか分かんなかったですけど、なんか実は影でいいんじゃないかなみたいな、じわ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 、はい、味が出てくる。でそれから小野くんが曲を書くようになって、はい、そうですね、彼とじゃせっかくだし、うん、せっかくっていうか彼も日本に来てくれて本郷大キリスト教会で使えることになったので、はいはい、そこをきっかけでもっと外にも外向けの、うん、音楽活動ができるように、そういう選挙活動ができるようにということで作ろうぜっていう、うん、なって、じゃあ教会の集会だけじゃなくて、はい、外でもなんか活動されてる、はいはいはい、だからこの今出ているアルバムの中では全部外向きの曲で作ったの で、うんうんうん、で次のところではちょっと礼拝の曲とかをちょっと考えて今作っていますね。そうですね、はいはい、今も、じゃあ今年はこう賛美の、はい、賛美も、はい、楽しみです、はい、ありがとうございます今出されているのが、ミニアルバム、はい、そうですね、ファーストミニアルバム、それがに、先ほどの強くあれ、おしゃれが入っているという、はいはい、全6曲入りで、はい、1500円ですぜひ、あ、宣伝していいですか、ね、いいですよ、いいですよ皆さん買ってください、はい、そんな安かったな、そうね、そう安いねすごく安いじゃあ、ね、もっと献金したい人はそうですよプラスアルファで、はい、よろしくお願いします600円で、これからの、まあ、2人 の、 その活動のビジョンって、そのやっぱり、外との活動と教会の活動両方やっていきたいっていう、そうですね、基本的に私はもともと賛美ワーシップ の、 そのリーダーとかすごく そっちの方が好きなので、うん、中東、そうですね、はいはい、私は基本的に教会のとかクリスチャンの、ワーシップ系の、音楽をやりたいですけど、やっぱりチューンとしては外向きがもっと大事だと、そんな思いもあって、うんうん、それをバランスを取ってやっているかなと勝手に思っていますけど、そうですね、はい、まあ、外向きどっちも大事なんですけども、うん、やはり教会での、まあ、養われるという形と、うんうんうん、でもそこに留まっているっていうことは決して神様のメッセージじゃないかなっていう部分もあるので、やはりどこに行っても、うん、その福音を伝えられる形を整えてで出ていきたいなっていう思いでその音楽を、はい、オリジナルで作って賛美も賛美でやりながら、はいはい、やはりその普通の人にも聞きやすい形で、はい、アプローチをして、こういうものがあるんだっていうメッセージがあるんだっていうのを、はい、伝えていきたいなと思っています。ぜひこれからもいい曲をいっぱい書いてください。バリバリ書きますで最後にアーティスト一人一人に聞いてるんですけれども、まあ、お一人ずつ賛美とは一言で、まあ、小野君とあとミンさんにとって何ですかっていう、はい、じゃあミンさんから。あ、私から、はい、私はそうですね、賛美といえばやっぱり自分の人生として全てと思いますね、うん、
自分の人生が自分の体や自分の全ての人生として神様を褒めたたえていることが賛美じゃないかな。ただ音楽だけじゃなくて私の全てのことで主に向かって捧げてまた褒めている褒めていることが本当に賛美じゃないかなと思っています。だから賛美は自分の全て、全て、はい、素晴らしいですね、はい、じゃあ、はい、僕のにとって賛美は神様とのコンタクトですかね。やはりそこで住まわれる神様とが住まわれるその宮を通してやっぱり人は変えられていくなっていうのを、まあ、自分自身も賛美によって多く変えられた部分があるので、やはりそういうこの世に希望を持てない人のそういう分岐点になるような、本当に人生の分岐点になるようなその住まいを作っていきたいなっていう意味で、はい、そこに、じゃあもう本当にこれからどんどん賛美を通して新しい曲を、はい、踏み出して聴いてください。はい、ありがとうございます、でこれからの活動を楽しみに応援してます、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は、トーナリーアンチェーンのお二人でした。隣のアンチャット覚えてください、それでは、この番組の最後にまた一曲歌っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございしい時は豊かになれる。